かつて伝説の人斬りと恐れられながら新時代のために戦い、もう誰も斬らないと誓った男の物語、流浪に剣心シリーズ。2012年、当時22歳の佐藤健は宣言した。役者人生をかけた渾身のアクションは観客の心を捉え、大ヒットを記録、そしてエンターテインメントの頂点へと上り詰める。もっとすごいものを作るっていうことを考え始める。なぜ進化を続けるのか。やらないわけにはいかないんだろうなっていうのはチーム共通で思ってたことなんですよ。新しい時代のためになるならと戦ってきた剣心と共に、己の持てる全てをかけて、生きて新しい時代を、生きてさえいてくれれば絶対に直してあげるから。俺も一緒に行くぜ。俺にひれ伏せ。お前がいつまで流浪になどとほざいているか、地獄の淵で見ててやろう。所詮この世は弱肉強食、強ければ生き、弱ければ死ぬだけだ。お前を倒して最強という名を手にするためなら、俺は修羅にでも何にでも変わってみせる。修羅がうごめく現世こそ地獄にふさわしいと思わねえか。死ぬなよ。剣に生き、剣に死ぬ、それ以外俺たちに道はない。その1の時からほとんど同じスタッフで、同じチームで、みんなでこの映画を作り上げて完成させることができたので、満足していました。物語はついにフィナーレを迎える。シリーズ最後の敵は剣心が生み出してしまった最強の敵、鬼才大友啓史。ワンオークロックの曲が彩る壮大なフィナーレ。10年の時を超え、ついに思いは完結する。流浪に剣心最終章 THE FINAL。 全ては未来のために。